こんにちは。元サッカー選手、サッカー指導者の真中康雄です。坂東市、守谷市、常総市では、2019年、いきいき茨城夢国体のハンドボールが開催されます。私は坂東市出身です。坂東市は水と緑に包まれた自然豊かなところです。2019年の茨城国体では、坂東市の魅力を発信し、全国から来県される皆様を心を込めて、お迎えいたします。頑張れ、茨城。